今日はですね、那須川天心選手が、キックボクシングからボクシングに転向をすると表明してまして、で、まあ、周りのいろいろなボクシング関係者の方々も、那須川選手について、まあ、触れることが多いと。で、一方その、まあ、那須川天心選手っていうとそのキック界の神的存在ですけど、あのボクシングの神的存在の井上尚弥選手が、キックボクシングに行ったらどうなるかっていうね、話はもうありもしないことですけど、どうなるかなっていう話をね、逆の感じで話していこうと思うんですけど、まあみんながこう那須川天心のことを言うっていうのは、そのねボクシングに行くよっていうから、まあそれについてね、こういう意見だ、こういう意見だっていうことを言ってるんだと思うんですけど、今回の場合はその井上尚弥選手がキックボクシングに行くとは一言も言ってないんで、これはまあ初めに言ってきますけど、もうあえてもうそのなんていうの言いますけど、もう架空の、まあ、話ですよ。で、井上尚弥選手がキックに行ったらどうなるかっていう話もどうかなんですけど、個人的には、まあ自分のこの試験ですよ、試験ですけど、正直キックボクシングの選手がボクシングに行くことより、まあ、簡単って言ったらすごい失礼なんですけど、よりは難しくないような気もしますね。わかんないですよ、そんなやってみないともうわかんないよ、本当にね、もうこの実現もしないんで、こんな意見は何もないんですけど、やっぱりこう見ててもね、こう今の K1 の選手はボクシング選手にこうパンチを教わることが多いと、で、天心選手もその中で、ボクシング技術がズバ抜けてるっていう、まあ、ボクシング関係者の方もやっぱ口揃えてるじゃないですか。だから、キックの世界から、ボクシングに来てもポテンシャルはあると、世界チャンピオンになれる、で、その逆で考えた時に、井上尚弥選手がキックで、言うと、やっぱ最初はその蹴りの面ですごい手こずるとは思うんですけど、やっぱりパンチを当てる能力で体の使い方っていうのが神がかった域にあるんで、でその蹴りありきのパンチですると思うんですけど、井上尚弥選手の場合はもうほぼほぼその蹴りには頼らずにやるんじゃないのかなっていう気はしますね、キックに行ったら。だから蹴りももちろんね、加わる競技だからそこもやりますけど、やっぱりパンチ、だから明治で言うと木村実選手みたいな感じで、パンチがもう豪快な感じで倒すんじゃないのかなって思いますね。通用するかしないかっていうのはあれですけど、やっぱりそこのなんていうの、キック界に井上選手が行ったら、そういう試合展開になるかなと、思いましたね。K1 のチャンピオンになれるかなれないかっていうと、まあ、そこはまあちょっと話が変わってきますね。いや簡単には正直なれないとは思いますよ、正直ね。今すぐこうボクシングからキックに行って、そのね、那須川選手やその武尊選手、まあもうあの村越選手とか、もっと言うならその芦澤選手にね、いきなり新参者で行って勝てるっていうのは、厳しいと思いますけど、そこで何年か経験を積めば十分にあるんじゃないかな。そこはやっぱり那須川選手との、那須川選手のポテンシャルと井上尚弥選手 のポテンシャルっていうのは、まあ、似たり寄ったりなのかなっていう気はしますね。まあ那須川選手の場合はね、やっぱそのボクシングでね、こうメイウェザー選手と、まあ、神田光輝選手と、まあ、あれじゃ参考にはならないですけど、まあ、やってましたけど、井上尚弥選手の場合はね、こう蹴りのあれがよく分かんないんで、まあ、本当なんかそういう話でしたけど、まあ、今回ちょっとこういう話をあえてね、まあ、してみましたね。まあ皆さんもね、どう思ってるのかっていうのはよく分からないんで、ちょっとまあコメントないしなんかで、意見を
送っていただければなと思いますね。以上です。